ラジオネームおしぼり誰もしてないよ。コンビニのレジの横のおでん鍋に僕が全裸で使っているところに堀北真希さんがご来店され、そのちくわと持ち入り巾着くださいと僕のチンコと玉袋を指さし、レジの店員に発注し、愛想の悪い店員がはいと言いながら僕のチンコを箸で持ち上げようとするもうまくいかず、何度も何度も箸で挟んだ結果、僕が勢いよく射精をしてしまい、それを見た堀北さんから、白滝は頼んでないですと恥じらいながら言われ、もう一度ちくわかっこチンコから全力で白滝かっこ精液を出したい。わかるー、嘘だよ、嘘だろ、わかり始めたまーレボリューション、田波里とわかるじゃないよ。なんなんだよ。おい、いいやつ出たじゃないか。これメールやろ。ポイントやる、ポイント。今のピンときたんですか。きたパン最高。全然わかんないよ、もう。白滝出してますよ。いやー、最高。ラジオラッパーザキバチョ。